一岡パラダイス、一岡パラダイスは、かつて、大阪府大阪市港区西一岡町二丁目にあった、大娯楽施設である。20世紀初頭、大阪筑港の造成に伴って、大阪市電が最初に通った、現在の港区一では、区の西部が、安治川土地会社、中部が、一岡土地会社、東部が、地主の和岳を主体に開発が進められていた。 1925年に、一岡土地会社によってオープンした、一岡パラダイスには、ロサンゼルスのミリオンダラーシアターを参考に、設計された大劇場、野外劇場、大浴場、活動写真館、アイススケート場、名工館、文化座、魔宮殿、遊園地、動物園があった。北極館は、日本初の屋内スケートリンクである。また、 当時東洋一の高さであった30メートルの飛行塔があった。園内の池には五色のイルミネーションで照らされた人工の滝が流れていた。その後、この施設は1930年に閉鎖された。大浴場のみ営業を続けていたが、1934年の室戸台風で高潮被害を受け、そのまま閉鎖となった。ありがとうございます。